回の件は寿命だ。人間みんな寿命がある。彼女はその寿命を全うしたわけだ。それにかかわらずみんなこんな大騒ぎをする。どういうことなんだ。彼女は全うしたんだぞ。満足してくれたのにもかかわらず、ああだこうだ、それはかわいそうじゃないか。俺はそう思う。まだ若いからということだけは理由にならないんだろう。あの子もいろんなことをやり残したと思うが、それはその子の気持ちの問題で、我々がああだこうだいう問題ではないだろう。この来世にまつわることは本人たちしかわからないことだ。そうであれば我々は見送ってやるしかないだろう。俺はそう思う。そう思って今回の件は気持ちいい。ある大学の偉いある大学の有名な超有名な先生が、人間は死なない、人間は死なないというふうに論文マスコミで報道されております。その先生がおっしゃることですから嘘はないと思いますが、人間は死んでも死なない、その場所に残ってずっと見守ってくれるというようなお話伺っております。あ、すごいなこんな話すごいなといつも聞いておりますが、実際こういうことが現実として起こりますと、ああさすがそういうことが本当にあるんだと、本当にあるんだなとつくづく感じました。これで私の疑問は一つ解けましたが、いろいろ人間は複雑な生物でございますので、科学論文等では計り知れないものが分かってくると思います。そういう時に人間を詳しく研究している方はすごいなと、本当にすごいなと思います。そういう意味でぜひ私もそういう研究を一緒にさせていただきたいと思いますが、今回はこのような悲しいことで残念に思っております。これからはこのような悩みを持つ方々を相談を一手に受けてご指導できるようなあれば、平仮名に相談してもらうような体制がよろしいかと思います。平仮名にいつでもどんどん受けてこい、待ってるぞという状態でおりますので、平仮名のアドバイスぜひ受けてもらいたい、そのように思います。そのような中でぜひ頑張って自然を全うして、人生を全うしていただければ素晴らしい方と思っております。いやー本当に悲しいことがこんなにもよく起きるとは、本当に悲しいですね。本当に悲しい。なるほど。悲しいな。ぜひ頑張ってもらいたいと思います。これで失礼させていただきます。今の時点でもう一度見てもらって、これ切り替えたものを見てもらって、実際は、こちらに行きます。